さて、世界一売れてるゲームマインクラフトにディアブロ、グリムドーン、パスオブエグザイル要素を加えてしまうモッドがあるということで、今回はマイン&スラッシュの紹介を行います。まずマイクロ版ディアブロライクとしてマインクラフトダンジョンズがあります。シンプルめなアクション RPG でハクスラゲー入門にも良いと言われている作品です。で、ディアブロのような暗いハクスラゲーは嫌だという声が時たまありますが、マインクラフトダンジョンズはとても明るい光のハクスラです。ただしマイクラ要素は見た目部分のみです。マイクラの一番の売りである掘ったりブロックを配置する要素はマイクラダンジョンズにはありません。もうボクセルの地形を生かして戦う新たなハクスラゲーが誕生するのかと期待しましたが、そうはなりませんでした。で、ここで今回のモッド、マイン&スラッシュの登場です。本家のマイクラにハクスラゲー要素がこれでもかというぐらい加わります。もうマイクラダンジョンズに夢見た内容が実現しました。まずキャラクターに成長要素が設けられます。敵を倒すと経験値がたまりレベルが上がります。で、ディアブロ2あたりでは定番のステータス割り振りも行います。で、敵にはレアリティとレベルが設定されます。で、倒すとランダム性能のついた装備品がドロップします。もうレアリティが高い敵はそれだけ良いものをドロップするのでしょう。で、グリムドーン的なスキルツリーがあります。デュアルクラスとは言わず好みのクラスのスキルを取得できます。で、取得したアクティブスキルには最大5つまでジェムをはめて独自のスキルを作れます。そしてパスオブエグザイルのような超パッシブスキルツリーもあります。もうこれだけでもとんでもないことがわかりますが、まだまだあります。ちょっと遊んだ限りでは把握できないシステムはありました。もうキャラクタービルドは相当複雑なものが作れます。で、さらにここにマイクラ要素が加わります。まずこのモッドの独自要素として、鉱石を掘ると掘る用のスキル経験値がたまります。で、スキルレベルが上がれば掘る能力がアップします。あとピッケル自体にも経験値がたまります。熟練度システムです。ただしピッケルは耐久性がゼロになると壊れるので、壊れる前にアンビルで修理する必要はあります。で、テラリアみたいに能力付きのピッケルが敵からドロップするかどうかは今回遊んだ限りではわかりませんでした。まあ、あるのであれば性能の高いピッケルを鍛えることもできるわけです。で、マイクラなので夜に敵が湧きます。通常のマイクラでは夜は危険なので朝までベッドで眠ったりしますが、このモッドでは敵をどんどん狩れるバランスになっています。もう夜こそがハクスラゲーとして本領発揮の場です。ただしずっと暗い中で戦うことになるため、設定で明るさを調整すると良いかもしれません。まあ、昼は拠点を作って生産を行い、夜になったら戦うという流れとなります。で、レベル10から行けるランダムダンジョンもあるとのことで、そこならばいつでも狩りができるかもしれません。もうマイクラは拠点を作るだけでも無限に遊べてしまうゲームです。気づいたらひたすら地面を掘り続けてしまいます。そこにハクスラゲーが加わるわけで、ダブル神ゲーになってしまいます。で、マイクラへのモッドは初めて導入してみましたが、そこそこ手間がかかりました。なので後日別途マイン&スラッシュの導入方法を動画にしようと思います。というわけで、どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。では遊んでいきましょう。お、これがマイン&スラッシュ。景観をきれいにするモッド導入してます。 F5 で三人称視点か。早速馬がいますけれど、まずは1で今バッグ持ってますね。さあ、ライトクリックすると装備品が3つ出ましたね。で、現状はステータスが足りてないので、これを装備しようとすると捨ててしまいます。なのでまずはステータス割り振り、ディアブロ系ではおなじみですね。で、割り振れるステータスは3種類、ストレングス、インテリジェンス、あとデキスチャリティ、器用さですね。ストレングスは鎧系とか、あと近接系でしょうね。インテリジェンスは魔法系、器用さは弓とかかな。今回魔法系でいってみましょうか。インテリジェンス、あとストレングスも上げておきましょうかね、装備品を装備するために。で、次に魔法を覚えられますね。こちらグリムドーン式のスキルツリーです。
結構いろんなクラス用意されてます。魔法使い、剣士、これなんだ、サモンゾンビ、ネクロマンサー系か。これはミュージシャン、なんかバフとか与えられるんですかね。トーテム、この召喚できるのかな、トーテム系を。でこれ弓矢だね。ちょっと召喚使いたいね。召喚サモンゾンビ、これ行きましょうか。現在スペルポイント1にパッシブポイント1割り振れる。しかしパッシブを割り振れるのはレベル5からですね。こっちはポイズンブラスト、攻撃魔法かな。まあ、まずはこれやってみよう。昼間も呼べるんですかこれ。とりあえず覚えてみた。レベル1が必要。まずレベル上げる必要ありますね。敵を倒し、そこらの動物とか倒してレベル上がんのかな。羊、ほら、そう、羊倒しましたが、経験値はレベル1、0% ってありますが、獣は経験値増えないっぽいね、これ。まずは夜になるまで待つ必要あるのかな？もしくは、レベルを上げることはできる。敵がどっかにいるかもしれない。というわけで、はじめは定番の木を狩るところからですかね。の木が全然ありませんね、ここ。どうしたらいいんだ。さあ、馬を飼ってみるが。皮を入手したかな？装備品が作れますと。アイテムを入手するとどんどんレシピが増えてきますね。で、このレシピ本で、ここでキーワード入れれば、どういう材料が必要だとか、例えばチェスト。チェストを作るにはこれらが必要ですと教えてくれます。まあ、どんどんアイテムを集めまくってね。で、チェストに放り込みまくる。っていうのがこのゲームの面白さの一つですね。で、右上にミニマップがありますが、その方向にね、今ね、なんか赤い敵がいたんで。こっちですね。この下にいるのかな、これ。なんかダンジョンになっていそうだね。で、見ていただくとわかりますが、このクリーチャー、動物とかにもね、レベル2、レアリティがあります。これレベル1のコモンラビットかな？ウサギ。ここらにいるっぽいんだけど。あ、いた！あいつか。昼間だから燃えて死にそうだね、あいつ。お、こっち来い。レベル4か。F5 で、これ切りましょう。スタミナみたいなのありますね。で、倒して、これなんだ？ゾンビ肉か。あまり連打すると効果が落ちるのかな？武器もね。で、ゾンビを倒したことで、画面左上、13% まで溜まりましたね、経験値。あそこに、村みたいなのがありますね。よく他の人の実況を見てると、まず村を見つけてたりしてますが、ちょっと行ってみようか。お宝が取れんじゃないかな。宝箱あるぞ。お、いっぱい入ってる。これなんだ？ギアスタッドソウル、アイテムティアゼロ。コモンの中にはめられるアイテムかな？そう、ゾンビ来ましたね。これゾンビじゃないよ、これ。村を守ってる。アイロンゴーレム。とりあえずゾンビを飼ってレベル上げましょう。夜も綺麗だなぁ、すごい。美しい、月明かりが。いるぞ。あーっと、イム使いだ。やばいやばい。横にかわすんだ。ゾンビを盾にしよう。ほい。こんな感じで。結構やれるはずなんだけど。全然やれないな。甘い。おれ。こいつはレベル1だね。で、私のレベルに落ちて敵も強くなるっぽいですね。どうした？ブーツにしたよ。あとあいつやるか。あてー、結構ダメージもらうけど、やれますね。ほい。ほい。レベル1か。で、ブーツ。これはインテリジェンス4っすよ。まだ無理っぽいな。ちゃんと装備品にもレアリティがついてますね。ソケットって書いてあるから。これはめられるんですかね、なんか。あいつは雲かな？レベル4だ。コモンスパイダー。ほい。あれっと、あった。倒した。洗って。こいつ剣持ってるね、このゾンビ。しかし、さすが。ハクスラモード。こっちはやられることはそうそうなさそうだ。言わんとこ。倒した。さあ、レベルが上がりましたね。あ、スロット割り振り。そうだ。確かこれだ。ここになんか割れてるんだ。これね。これで使えるようになる。忘れてましたね。で、ここにさらになんかはめられるっぽいですね。サポートジェムスロット。スペルレベルが上がることではめられるようになる。スペルレベルはポイント割り振りでいいのかな？最大5まで。とりあえず呼び出してみましょうか。こっちに敵いっぱいいるっぽいよ。よし。行け！ゾンビ！お、今栄翔中。おー、来た！おお、なんだ？一体？あれ？ちょっと待って。待て。どこ行った？私のゾンビや。今やられちゃった？どれ、自分でも攻撃できるっぽいね。
で、こいつ、爆発するやつ。紛れてましたね。ちょっと危なかった。体力を結構持ってかれたぞ。もう一回呼んでみようか。あ、クールタイム60秒だ。すぐに呼べない。ヘルメットを入手した。ストレングス1。ギアディフェンス。さらに、ストレングスは 5% アップ。なんか拾ったよ。トーテムを。スケールドトーテム。この装備品かな?器用さが必要。とずこれだね。ポイズンブラスト。1ポイント割り振ってみた。あとはこちら。パスオブエグザイル式。超スキルツリーですね。いろんなものが混ざっちゃいました。で、まずはこの4つのうちのどれかを取るっぽいですね。左なんだ?ガーディアン。エレメンタルダメージとかありますけどね。下は近接でしょうね。まあ、メイジ。こっち行きましょうか。残り3ポイント割り振れますね。どれを取ったらいいのか。これはマジックダメージアップか。あ、クールダウン削減とかありますね。これガンブリで取りたいけど、あんまりないのかな。インテリジェンス。マジックダメージ。他に見るものあるかな?ああ、で、さらにこれ。キャラクターを強化できる何かっぽいですね。他にも、なんかいろいろあるんだけどね。これなんだろうね。サルベージでなんか、特定のレアリティのアイテム。それ解体できんのかな、これ。自動的にね。そういう便利機能もありますね。とず、ここに、こちら配置して、まずは棒を作るのかな?で、斧だよね。斧を作るには、こうかな。斧ができた。あと、ツルハシですかね。ちょっと木が足りないな。とりあえず、ツルハシを作ったら、地下でも掘ってね、敵をどんどん狩りに行きましょう。さて、敵が湧きましたね。まずは魔法。召喚魔法に、あと R で、毒の魔法。おお、いいぞいいぞ。見事なコンビネーションだ。夜に敵が出てくんないんだけどね。ちょっといかんせん暗いからね。動画的に微妙になっちまう。これはなんだ?トーン。本ですね。これ装備品かこれ。あ、これ、ボディに装備できましたね。ボディじゃなくて、オフハンドかこれ。なるほど。とりあえずマジックシールド。防御力上がりそうだね。画面左上。ゲージが1個増えてますね。マジックシールド用の。指輪入手しましたね。アンコモンアイテム。マジックシールドにマーナ。ライトニングレジスタンス。どんどん強くなる。とりあえず掘りつつ、様子を見よう。ここら辺でもね。ちょっとした地下に、まずは家でも儲けようじゃないか。マイクラって言ったらやっぱりね、掘ってなんぼですからね。掘りつつ白空を楽しめる。最高じゃないか。このモッドは。で、今掘ったことでなんか経験値入りましたけれど、炭を見つけたのかな?マイニング経験値。普通の経験値とは違うようだな。これが溜まるとどうなるんだ?ストーンピッケル、リーチドレベル2。ストーンピッケルのレベルが上がった?そしてマイニング XP100%。マイニングレベルが2になった。調べてみましたが、どうやら、マイ&スラッシュでは、まあ、この、今レベル4になってますね。ツール自体のレベルが上がります。アックスはどうなんだろうね。上がらないのかな。特殊な木とかあるんでしょうかね。まあ、少なくとも、掘れば掘るほどね、この、マイニング経験値も上がるし、ツール自体も上がっていくと、レベルが。今、ストーンピッケルがレベル5になった。掘っても面白いゲームなんですね。素晴らしいな。地面を白すらしても良いと。とりあえず、マイニング経験値。あれ?ちょっと待てよ。なんと、ストーンピッケル。これ、レベルが上がっても、種類で共通じゃありませんね。これ自体は強くなってもね、壊れてしまったらそれまでだ。ちょっと修理できるか調べてみるか。アンビルで修理できるってあるけど、クラフトテーブルでも修理できる?一応修理できるっぽいね。ちょっと後で試してみるか。まあだからレベルが上がったらね、壊さないようにして、どんどん使い回した方がいいんでしょうね。まずは新品のピッケルを作成して、で、壊れかけを配置。あれ?レベル、キャンセルされちゃう?なんかされちゃっぽいな、これな。この修理だとね、一応お試しで、これで、あー、リセットされちゃいましたね。もう一つアンビルの方はどうだ?アンビルを作るには、27、31個必要。インゴット、足りない。もっと掘らないとダメだな、こりゃ。さあ、これでまずは、
ブロックを作る。3個かな？そして、これで、アンビルができると。できた。さあ、果たしてこれで、ピッケルは修理できんのか？小柄に配置するか。おお。これを開いて、さあ、いくつか壊れてるのがありますが、じゃあ、レベル7。ストーンピッケル。新品のピッケル。エンチャントメントコスト2。お！レベルは保たれる。名前も付けられるんだ。しかし、このコストって、エンチャントメントコスト。少なくとも。お、いけた。ああ、これで、ツルハシをね、壊さずに、どんどんレベル上げることが可能になりましたね。なるほどね。他にもなんかあるぞ。クラックドオパール。ソケット、ジュエル。ああ、はまった。ライトクリックではまった。ストレングスが増えた。ストレングス増やしてどうするんだ。さあ、ランク4にしたらサポートスロット1になりましたね。なんかはめられそうだ。途中拾ったあのジェムみたいの。はめられますかね。エンダーマン来た。あ、倒せんのかこいつ。おお。すごい声がする。やばいやばい。ちょっと味方に任せてみよう。やった。倒せるんだね。エンダーパール。あとこれなんだ？盾ですね。サポートジェム出たよ。コールドペネトレーション。コールド貫通。これがサポートジェムなのかな？さらに、アークメイジサポートジェム。レベル10か。現在レベル7だから。何にせよ装備は無理っぽいな。あた！なんだ？飛んでくる鳥か。こいつら、確か相当強いはずですよね。そのやれるようになってんのかな。一体やりましたね。報酬は、アミュレット、レベル5で装備できる。キオスアップか。まあ、装備しときましょう。その目標のレベル10に達しましたね。ここから敵が、なんかランダムダンジョンのマップを落とすという話ですが。なんか急に敵の数が、レベル10になったら増えてきましたね。塊が襲ってくる。これはなんだ？謎の何か出てきたな。で、これはめられるかな？あ、はめられた。レベル10になって。スペルダメージやら何やら。取り外しは10っぽいね。カスタマイズは結構柔軟に行える。でもここ100になってんだよね、これ。なんだこの100って。ここになんかはめられる？あ、はめられるっぽいな。これこうか。はまった。75になった。なんだこれ。すごい要素が多すぎだね、これも。謎要素が超多い。そしてレベル10で、ポイント2。これに割り振れるようになりましたね。どれか特殊能力が上げられる。ネクロマンサー用のあんのかな。デスリッチ。これでしょうね。デスリッチは何ができるんだ。エクスプロージョン。爆発に関する何かがあるね。ゲームチェンジャータレント。あ、どれもゲームチェンジャーだ。とりあえずこれでいいのかな、まずは。その後、1ポイントどれが取るっぽいね。全部取ろうと思えば取れんのかな、これ。さ、本日はここまでですね。マイクラはたまに安売りがなされます。もう持っていない方は、そこで購入して、今回のモッドで遊んでみてはいかがでしょうか。じゃ、というわけで、また次の動画でお会いしましょう。